てないから長いけど、そうついてから巻こうかなって思って、その方が綺麗になるって分かったから、だからアイロンを持っていこうね。アイロン、アイロン、これを持っていこう。4時だ、4時半までやります。30分。今日も可愛い、ありがとう。こんにちはとこんばんはの間ぐらいの時間だね。ね、ギリこんにちはに入る時間かな。こんにちは、どうしよう、テロップ30まで、はい、こんにちは、こんにちはです。ちょっと前髪がとても長いです。まだメイクの途中です。あ、サッチーが始めた同じじゃないか、さっき。どっちの手に入ってるかゲームしましょう。100分100中なんで、どっちの手に入ってるかゲーム。ピンにしようか、じゃあ。ピンがどちらに入っているか。これ見せずにってこと？はい。どっちでしょう？右、左。どっちでしょう、判定してる、大丈夫かな、うん、どっちでしょう、来た、こっち。こんにちは、こんにちは。右手、こっちってこと。正解は、たん、入ってました。正解だ、すごい。こんにちは、こんにちは、すごい、右手当たってる。なんとなく左、残念残念。ちょうど先輩と同じレーンになる時のくじ引きを見てたら始まった。おお、なるほどなるほど。私もこれ始まる前に見てた。クリスティユーさん、昨日の夜も見てた。お元気、お元気よ。21時30分までお話し会どうしたのよって感じじゃん。4時30分まで、16時30分までやります。やったーね、おめでとう、当ててくれてありがとう。すごいね、2分の1だけど、私2分の1外しがちだからすごいと思う前髪が長いです。はい、はい、なんかやだ、長い。うん、なんかやだ、こうでいいやアバター変えてみた。たこ焼き、たこ焼き見たい見たい。本当だ、たこ焼きの上に乗ってるひよこが爪楊枝でたこ焼きを刺しているたこ焼き、本当だ。あら、かわいいひよこさん。今日はゆっくり休めたかな。そう、今日は結構あの昼前に起きたけど、遅く、あの寝ちゃった、いっぱいそう、おはようのメールも遅くなっちゃった。今日眠たかった。今日はひなちゃんと、あ、ツーショット、いいね、ツーショット写真会で参加してきました。いいね、ツーショット。私もいつかツーショットとかサインとかもできるようになりたいね。こんにちは、こんにちは、呼んだって本当だ、たこ焼きだ。このたこ焼き顔が可愛いわね顔がかわいい、はい、かわいい。ピエンみたいな顔してるピエン、わかる、ピエンキラってこんにちは。クリスにキリカが2人で配信してた。あ、そうなんだ。話し会でちょうど休みの時間が同じだったのかな。いいね。その時はユイニャンの件取ります。ありがとう、待ってる私の初めてのツーショットとかさ、サインはね、いつになるんだろうね。岐阜広島ちゃん、岐阜広島ちゃん広島、岐阜広島ちゃんって長いね。やっぱ岐阜って2文字だからよかったのかも、呼びやすかったのかも。岐阜ちゃんひらって、こんにちは。ちょっと今日持っていくものの準備をしながらお話
しするよ。これとこれと、でも意外と配信前に綺麗に、そう配信前に私さ綿棒ぶちまけてさ、綿棒ぶちまけて200本入りのやつ今日買ってきたばっかりなのに綿棒ぶちまけて悲しいんだだからなんか綿棒が山みたいになってる。ちょっと綿棒ぶちまけるの今月2回目だよ綿棒ぶちまけると大変じゃない？はあ、ほらやだ綿棒はあすごい。こんにちはこんにちは、今日はアンビにお土産渡せるかな、渡せるかな。アンビさんって今日時間割なんだろう、今日確認しよう。なんか私入れる袋がないって言ったじゃない、ないですか。今日の朝買ってきた、朝っていうか昼過ぎぐらいに一回外出たんですけど、その時に買ってきたうさぎのやつを。アンビーさんのスケジュールを見てみましょう。今日こそ渡したいね。てか今日渡せないとやばい。え9月28日、リセモモカさん不参加。え知らなかった、6時間前って言ってる。えどうしたんだろう、大丈夫かな、どうしたの、なんで大丈夫かな。体調不良だってリセモモカさん、大丈夫大丈夫かな。え昨日お話できなかったから今日こそ話しかけたいって思ってたけど、お休みか。あー大丈夫かな、体調不良って。昨日ごすろりの服着てたんだけど、すごい似合ってて可愛かったんですよね。びっくりした。今までのなんか見てきたリッセンさんの中で一番私のドタイプだった、超可愛かった昨日大丈夫なのかな。りょうじんさん、くまちゃんありがとうございます。くまねむねむゆいにゃくだったか、そう昨日はめっちゃねむねむだった。ゆいにゃに言われたので、2枚目3期はユイニャンだけです。え本当に私だけ、嬉しい。それは9枚目だけじゃなくて10枚目も11枚目もずっとですよ、お願いします。写真撮った、まだね昨日はあれなの、撮れなかった、どの先輩とも。うん結構大変そう、結構じゃない、綿棒大変そう、綿棒すごい大変だった。今日も髪サラ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 、こんにちはこんにちは。あ綿棒をまつげの上に乗せるように違う、なんかこの辺があれ綺麗にアイライン引くために買った。おかげさまで日本ダービー当てました。え当てたの、すごいすごい、すごい当てたんだ、すごいね、やばい。賞味期限そう明日までで、賞味期限がそう あるやつで、洋菓子かな和菓子かな、和菓子私和菓子と洋菓子の違いが分かんなくなっちゃった最近、そうだから今日渡さなきゃいけない。今週末は10日さん、そう10日さんあるねあるね。来週末フラワーフェスティバルと連続でお祭りがあるね、ねどっちも行きたい。こんにちはこんにちは、ももちゃん今日の夜熱が出たの、大丈夫。最後の手はスタッフさん経由で渡す、あ確かにね、確かにそれはあるかも。ももちゃん熱が出た、熱が出たの、大丈夫なんですか、ももが大丈夫ですか、ちょっと大丈夫なのかな。お熱ってね大変だね、長引かないといいけど、大変だ。そっかでちょっと待って、アンナさんのスケジュール、あ7と8入ってる、私7時間目だから、これ無理じゃない、渡すの無理かな。7時間目の前に着いたらすぐアンナさんに渡しに行けばあれかも、渡せるかも。うわーもうこのタイミングしかないじゃん、やばやば。あっち着いて、まつげ私すぐ下がってきちゃう人だからさ、まつげだけあっち着いて、まつげとあとリップはまだしてなくって、それをあっちでしようと思ったんだけど、そんな時間ないじゃん。アンナさんに話しかけに行きたいじゃんこれは。話せるといいけどな、この時しかないね、やばいね。リセンさん大丈夫なのかな、びっくりした今スケジュールなんか出てるの見て、髪かける姿セクシーセクシー、あ変な話になっちゃった変になっちゃった。こんにちはこんにちは、いいなタイプ気になる、
可愛い人が着てれば全部タイプだけど。でもゴスロリってなんて言うんだろう、道とかでもさあんま見かけないタイプだから珍しいからさ、すごい目惹かれる。可愛いよね。普段着のモーちゃんよりもゴスロリのモーちゃんに会いたい。どっちも会いたい、どっちも会いたい、どっちも会いたい。で写真を撮りたい。でその写真はあのツーショットじゃなくて、あのももかさんの単体の写真が欲しい。鑑賞用。今日もメイクしてる。今日はねメイク、またメイクの続きだけどちょっとメイクしてる。お鼻とチークとアイシャドウと眉毛はできた。こんにちは、こんにちは。まっちゃんは昨夜お熱大丈夫、大丈夫ですか。そうなんだ。ちょっと心配だね。それは大変だ。ヒョンダービーのお客さん63,000、63,000、なんて言った。63,000すごいわね。私の今のここの人数の100倍。アンピーは7時間目、8時間目もあるみたいだからチャンスありそうね。でも私 7時間目だけでその後帰るから。そう、大丈夫なのかな。天然。季節の変わり目で体調崩しやすいから気をつけて。気をつける。そうだね、今暑くなってきたしね。髪型バッチリ決まってるね。そう。何もセットしてないけどね。お互い直毛だから、前髪だけ癖があったから縮毛をかけたんだけど、 STU に入ってから。でも髪は直毛、サラサラ。前髪はまだやってない。夜配信するときは前髪も可愛くなってるよ。賞味期限、美味しく食べれる期限であって消費期限じゃないから大丈夫。確かにね、確かに。でも私の渡したものでね、アンナさんがなんかお腹を痛くしなったとかだったら大変だからね。早めに渡さなきゃ。徳島のひくハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは。服見せて。服今日はね普通に白の T シャツ着てる。まだあのねあれなの、お話しかに服は着替えてない。そう、もう決めてあるけど、お楽しみのために昨日もパジャマで配信してた。ハート100個、徳島のひくん100個ありがとう。こんにちは、こんにちは。みんなのゴスロリもいつかね、いつか見せれたらいいね。頑張れまつげ、そう頑張るまつげ。こんにちは。コスプレが多くてちょっとしたハロウィンだよね、お話し会。それはすごく思ってた。着替えるところもあるしね。そう、結構なんか可愛いお洋服、あれって毎回毎回買ってるんですかね。大変ですよね。はあ、単体の写真とかおたい。本当だよ、おただよ。なっちゃんは今日は男装してますよ。待って、見たい。ひなさん今日待って、今日の時間まで見よう。ひなさんの、でもずっと入ってる。大変だ。少しだけ見えたらいいな。男装してるんだ。私も男装したことあるよ。急な衝撃発言。私も男装何回かしたことあるよ。こんにちは、こんにちは。文化祭とかでユニアンは何のコスプレしますか。ゴスロリもしてみたいし、男装もしてみたいし、猫にもなりたい。可愛いだって、ありがとうございます。昨日アンナさん猫耳つけてた。髪にツヤがある。本当にツヤツヤツヤ。広島の梅雨入りは6月6日。私ね、6月6日の日さ、特別な日なの。なんか別に誕生日とかでもないけど、66、私のオーディション番号。66、楽しみです。こんにちは、こんにちは。でも梅雨降りは嫌だな。梅雨が一番苦手。今日はひなおくん、見たい。それはメンバー同士で服を交換したり。なるほどね、そういうこともするんだ。家にはダンスあるの。何回もある。ウィッグでもこっちのお家持ってきてない。前の家にウィッグあるし、3つぐらい。シンデレラ、おお、姫様いいよね。猫耳は実家、猫耳は一応そこにある。推しの子の愛でコスプレお願いします。おお、いいね。私もね、いつかコスプレしたいね、許可が出たら。笑顔バリ可愛い、ありがとう。こんにちは、こんにちは。
ちょっと待って、もっとアイドルじゃないね。プライベートで男装ですか？プライベートで男装です。あの学校の行事とかです。そうなのよ。テータかわいい。どんな時にダンスした？文化祭でしました。文化祭で男の子役したことあるよ。こんにちは、こんにちは。47時、もう 47、 もうちょいで50だね。すごいすごいすごい、びっくりだよね。急な衝撃発言。ダンスしたことあります。でもひなさんのダンスを見たい。見れたらいいな。それは見たい。な、16時15分、あと半分話せる。なんだ文化祭ね、びっくりした。さすがにね、文化祭でそうやったよ。タッチみたいに応援団でしたのか。応援団はあれ、なんかそういう、なんて言うんだろう、なんて言うの、応援団、あの小学校とか中学校の体育祭の応援団なら何回も見たことある。毎年やってた。ダンスをモテそう。そう、ダンスを、私のダンスが好きすぎて、私の友達のホーム画面、録画面と、あの開けた時の画面、両方私になってた。私のダンス好きすぎやろって言って、本当にそう、友達の録画面でも、その子のこと、そう、最近会えてないね。私のこと大好きすぎる、その子、本当に。こんにちは、こんにちは、ゆいおくん。そう、ゆいおくんだった。ゆいおくん、羊のダンスしてるの？わかんない、羊じゃない、普通になんか制服でビッグかぶって、でスカートではなく、のズボンを弟の借りてした。サホってそりゃ濃いやん。そう、友達めっちゃめっちゃ、そうそう、あの好きだったみたいで、録画にしてた。笑ったよね。ずっと笑顔でいてほしい。ずっと笑顔でいるよ。こんにちは、こんにちは。ゆうよくんの写真、いつかいつか見せたいね。こんにちは、こんにちは。男装なら想定ないかな。演じコス、演じコスしたことないね。逆に私コスプレ系って男装と、あとオーディションに時に着てたピンクの制服ぐらいしかしたことない。友達のおしべになってるね。その子、私が引っ越すって言ったら泣いちゃったもん。大好きすぎるでしょ、私のこと。そう、ずっと泣いてた。メンバー演じコスって結構してるからね。演じコスね、演じコス。私前あれなら見た、演じコスではないけど、普通に配信で岡田敦美さんがランドセルをしょってた。びっくりした。なんだこれ、かっこいい、かっこいい、マクさんかっこいい、かっこいい、ありがとうございます。ダンスした時、ま、髪型どうした？髪型、普通に髪長いからビッグネットかぶってビッグポーってやった。髪の長さはあれかな、なんか短髪とマッシュの間みたいな髪型だった。今日はリップしないの？今日はね、まだリップしてない。そう、話し会の前にしようかなって思って。泣いたってやはり濃いやん。そう、その子私のこと大好きだったからね。そうなのよ。今元気かしら、大丈夫かしら。そう、めっちゃ泣いててびっくりした。事前に転校するって言ってなくて、最後の日に私今日転校するって言ったから、もうね、その場でバイバイだから。この間、はじめあみちゃん配信でランドセルしょってた。そうなの？何それ見たい。あ、でも私今日も昨日もだけど、昨日は4時間目、今日は7時間目で、あのニーポンと全く同じ時間割りだから、今日も写真撮る。昨日撮った写真、モバメにあげるかブログにあげるか迷ったけど、あまりにもそうミューポンが可愛すぎて、多分ブログの方が見てくださる方多いと思うから、その可愛いミューポン見せるために、あの明日は明日じゃない、今度あのブログにあげようかなって思ってる。ブレイクライさん、ハートありがとうございます。歯綺麗、歯綺麗、歯並びめっちゃいいって言われる。歯並びめっちゃいい、褒められる。私18時20分、本当だ、5分、25分になったら私は
あれします、男女読みします。ダンスを見るの楽しみ、会えたらいいな。楽しみだなそれは。ブログもう回ってくる？いや2週間交代だからまだまだかな。昨日がサッチーだっけ、だからまだあと1週間、2週間まではないけど10日ぐらいあるんじゃないかな。こんにちは、こんにちは。矯正しなくてその歯並びはすごい、そう矯正したことない、生まれつきほら綺麗でしょ。生まれつき歯がすごい綺麗なの。萌えが先行公開でブログが一般公開ってことで2回使えば、あそうなんだ。私なんかモバメで使った写真ブログで使えないって思ってた。両方使うっていう手もあるのね。なるほど、確かに先行公開いいね。えその案いいね。えワンタさんありがとう。ありがとう、いい案を。昨日がサッチーだったね。そうサッチー可愛かった、てかみんな可愛すぎる。私みんなさブログはさ、まあファンクラブ入ってるから見えるけどさ、みんなのモバメ撮りたい、超可愛い、本当に本当に可愛い。すごいブレイクライフさん、ハートをいっぱいありがとうございます。同気合が強いです、綺麗だよ、希望綺麗だよ。あフォローありがとうございます。やばいね、30分って短いね。授業のさ30分とかってさ、まあ授業は1時間が基本だけどすごい長いのに、配信のさ30分ってすごい短くない？やっぱなんか好きなことしてるとさ時間早く感じるって本当なんだろうね。なんかすごいびっくりした、1000人超えてる。なになになに、怖いね。みなちゃんバリかわいい、ありがとう。先行公開っていいね。え、なんか先行公開ってなんか好き、なんか好き。なんかいいね。マクさんだるまありがとう。話してるとあっという間だよね。そう本当にあっという間、びっくりする。公演とかもそうだった、お披露目とか、でもお話し会もそう一瞬だった。こんにちは、こんにちは。親知らず抜こうとしたら全身麻酔で1週間入院かなと言われてやめました。親知らず、親知らずでも生えてきたら早めに抜かなきゃね、いけないんだもんね。歯がこうやってなっちゃうから、こうやってなっちゃうから、親知らずまだ生えてくる気配はないです。あっという間ですね本当に。こんにちは、こんにちは。髪触る仕草かわいい、髪触る、こうやって。苦く感じるってことは配信を楽しんでる証拠だね。ね、びっくりする。だって配信の2時間って体感は20分とかだもん、本当にリアルで。本当にそうだよ。入院、あ当てた、入院ね。お疲れ様、お疲れ様。タバも先行好きだったよね。そう先行、モバイル先行も絶対その日に行くし、初日に行くし。今度31日に瀬戸内レモンケーキフラペチーノが出るけど、それはモバイル先行はないから普通に5月31日に行く。3期の誰かと行く、誰かは内緒。手を振る姿楽しくて集中してると時間経つのも早いね。そんと本当に早い。話し会は緊張しないで楽しめてる。昨日はね最初は緊張してたけど徐々に楽しくなってきて、そう昨日終わる頃には全然緊張なかった。マクさんハートありがとうございます。昨日は食べて寝てゲームし、食べて寝てとしてたら1日がすぐ過ぎました。それもわかる、携帯見てるとさ早く過ぎるよね。ゲームしたりね、あ寝るのもほんと一瞬、体感で寝るのはマジあのほんとに10分寝ただけかなって思ったら2時間寝てるみたいな。ほんとね、二度寝って恐ろしいよ。私今日も二度寝したけど、瀬戸内レモンだから STU メンバーならこれは逃せないよね。ほんとだよ、もともと私レモン好きだし、そういいよね瀬戸内レモン、いいねいいねいいよね瀬戸内レモンって。ショールームって時間があっという間やね、本当に本当にあっという間、びっくりするぐらいあっという間。はあ25になってしまった、こんにちは、こんにちは。ということであれだね、短かったけど男女読みします。男女読みして配信終わったら私はちょっとだけメイクしてレッツゴーします。ゴー。
ということで16位以内の方、4月じゃない4時のところで4月って言っちゃった。4月はもうとっくに終わった。もうちょいで6月になろうとしてるのに。アホだアホだ。なんかホワイトボードが消えた。配置を変えたからだ。ってことで16位以内発表します。16位、のりっぴーさん、ありがとうございます。15位、怠け者さんだっけ怠け者さん、15位ありがとうございます。次が14位、迷子の誤差、ありがとうございます。次が13位、のりさんとキューマイパスタさん、ありがとうございます。次が12位、夏のパン祭りあとお勤め民かっこ松岡さん、ありがとうございます。まだ夏慣れない次が11位、たまあとおつまみさん、ありがとうございます。お勤め民に笑うんだよな、いいよね、センスしかない次がここからトップ10に入ります。10位、ヤオトンあとおつまみさん、ありがとうございます。カニ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 からの猫次が9位、ピンチさん、ピンチさん、ありがとうございます。ピンチはチャンス。次が8位、たかしあとつまみさん、ありがとうございます。すごい猫をつけてくれる人が本当に増えてきた。次が7位、スプマーテさん、ありがとうございます。じゃん、猫。次が6位、ももさん、ありがとうございます。ももじゃあここからトップ5に入ります。5位、なるみあとさぬきうどん大学卒さん、ありがとうございます次が4位、こにゃまるさん、ありがとうございます。4ここからトップ3に入ります。3位、やましんさん、ありがとうございます。3位、3期の3、3期の3。次が2位、ブレイクラインさん、ありがとうございます。プリーズということで今日の配信1位読み上げます。ちょっとホワイトボードがどっか行きました。ということで机の音でいいか、机でがダカ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 します。じゃあ9月28日日曜日のお昼の配信、お話し会前の配信、1位の方発表します。はい、今日の1位はりょうじんさんです。ありがとうございます。1番、ありがとうりょうじんさん、ありがとう。1位、 OK、 パチ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 、いいねいいね、パチパチパチ、ありがとうございます。すごいこんな短い時間だったし、今日配信始まる3分前とかに予定入れてゲリラ配信だったけど来てくださりありがとうございます今日はこの後は昨日初めてしたお話し会、2回目の話し会です。今日はどんな服を着るでしょうか。お話し会来てくださる方はお楽しみにしててくださいまた可愛い服選んで、それに合う靴がなかったから朝それを買いに行ってましたそうなのよ。で綿棒買って、で綿棒家に着いて数時間でバラバラになった話し会、それでいい、楽しんでね、楽しむ。今日終わったら次は6月11日だから、まあ、2週間ぐらいね、1対1でお話ができないからさ、そう、今日いっぱい楽しんでくるよ。お疲れ様、お疲れ様ってことで、ああまだ話せるよ、配信ありがとうありがとう。なんかいちごから LINE 来てる、終わったら返信しようバイ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 、またねまたね。今日夜、昨日ほど早くはできないけど、帰ってきたら配信するので、主権さんもコメントありがとうございます。今日の夜も8時以降かな、8時半以降ぐらいかなには配信ができると思うのでよろしくお願いしますまた今日の夜配信来てくださったら嬉しいです。忘れないようにぜひフォローしてってくださいね。
ってことでこの辺で、終わると終わります。今日の目標はアンナさんにお土産渡すこととひなさんのダンスを姿を見ること。そう、行ってきます。じゃあまた来てくださる方待ってます。じゃあねー、バイバーイ。